はい、はい、それでは、プロツール付点が欲しいという人ですね、どういうような買い方があるのか、もちろん新規購入ウェルカムでございます。もちろんでございます。これからプロツールス始める方、 HDX のカードを買う、あとは HD10 のソフトウェア単体を買って、サードパーティーの IO で使う、はい、それも可能ですね、はい、あとは MBOX サードジェネレーション、はい、黒いやつですね、はい、あれとバンドルになってるプロツールス10を買う、はい、というような、いろんな手段があります、はい、で、ただやはり皆さんもプロツールスお使いだと思います。お使いの方がどのようにアップグレードするか、ここがちょっとややこしいのと思いますので、はい、逆に言うとそこにいろんなプラン用意してございますん で、 そうです、ね、まあ、お得に上がっていただけるいろんなこうプログラムもございますと、はい、いうことですよね、はい、そうですね、はい、まあ、お得なのはやはり HDX にこの機械に交換してしまう、うん、交換アップグレードをすると自然もちろんプロツールス10ついてくるわけですよね。ついてきます、はい、さらに今は、IO を一緒に交換する、はい、ここもポイントがあるんですよね、はい、あの、はい、今までのブルー 1K2IO とか記録 IO っていうのが、はい、64bit ネイティブのプロツールスが登場した時にはサポートが打ち切られるというようなアナウンスが出ているわけですよね、はい、ということでこのタイミングでカードと IO を同時に交換するっていうのがその将来を見据える非常に大きな更新のやり方だ、はい、おっしゃる通りですということになるわけですね、はい、それで、今は HD1 から HD2 から HD3 からというふうに、さまざまなプランがあると思うんですけれども、この HD というのは PCIe のカードは、まあ、もちろん大丈夫だと思うんですけど、あの従来の PCIX のカード PCIX の方ですよね、うん、はい、ボードっていうのは対象になるんですか、はい、大丈夫です、バッチリ OK です、バッチリ OK、はい、じゃあもう対象ないですね、はい、じゃあもうカードの枚数だけで HD1、はい、1枚持ってれば1、はい、2枚持ってれば2、はい、お値段も変わらないですからそこは。あとですね、はい、プロツールスのラインナップの中に HD ネイティブという、うん、まあ、あの出た時にはこれは何だろうと言われる方が多かったものなんですけれども、はい、これの立ち位置が今回の HDX の発表によって非常にはっきりしてきましたよね、はい、うん、そうだと思います、はい、で、僕にとってはあの003のグレードなんですよ。まああの MBOX があって、うん、003とか2のレンジがあって、はい、HD っていう、まあ、そこが置き換わったな、はい、かなり高級な003みたいなノリですよね。それは確かに間違ってないと思いますね、うん、で音質はもちろんその同じ HD オムニとか HDIO が使えるということで、はい、そうなんですよ。だからそこポイントですよね。そこ音質はやっぱり HD の今のプロの音質が、はい、要はプロトゥーズ HD ソフトが走ってるし、はい、使ってる IO は、HD の IO を使ってますっていうところですよね。そうですよね、ただまあネイティブでやっぱり動いてるのでそういう意味で言ったら、まあ、かなり高級な003的に考えることも当然できちゃうというか、はい、だから使い方は全く同じですよね。でお値段もだいぶ今お求めやすくなって、そうなんですよ、ね、レンジが本当にイコールになってきてるじゃないですか、はいはい、これってすごい大きい、うん、大きなチャンスだなと。そうですね、はい、さっきもおっしゃってたようにその HDX が出たっていうことでネイティブの魅力っていうのがよりは皆さんに分かりやすい形に今なってると思うんですね。そこでね僕ちょっと一個お話ししたいのが、はいはいはい、HD ネイティブのカードって FPGIA のチップが1個載ってるじゃないですか、はい、で HDX のカードっていうのも、はい、ボイス処理用に同じものが載ってるじゃないですか、はい、ということは DSP のない HDX イコール HD ネイティブ、はい、というふうにも見ることできますよね。そうですね、はい、これって、あのレイテンシーの部分とか、HD ネイティブ、はい、あまりここ、ね、僕らが以前やったセミナーでは多く語りましたけれども、うん、レイテンシーに関して非常に大きなメリットが HD ネイティブってあるソリューションですよね、はい、そうですね、その部分っていうのがこの HDX につながったんだなっていうのが分かった時に僕ちょっとねドキドキしました、ね、なるほどやはり、FPGA のチップを使って IO をコントロールする、うん、これってある意味あの他のメーカーさんもやり始めてる、まあ、トレンドだと思うんですよ、はい、このレイテンシーを少なくする、あとはその DSP ベースではない、うん、非常にまあ柔軟にそのソフトウェアをアップデートできるソリューションとして、うん、というところ、はい、これで、この新しい IO 群ですねをつかむっていうこと、まあ、これがしかも HDX と同じやり方で掴んでるっていうのがもう本当上位と全く同じなんだなっていう、うんうんうん、ただもう本当 DSP が載ってないだけ、うん、そうですね、
すごくそこは明確になりましたよね、HX の登場によって、はい、非常にね立ち位置がはっきりしたんですよ、そうですね、それで、うん、そこにてやっぱり初めてこうネイティブの魅力っていうのが皆さんにちゃんと分かっていただけるのかなと思いますね、はい、だから本当にバーチャルインストメントいっぱい使いたいっていう人でちゃんと HD の環境でやりたいっていう人とかだと本当にすごくいいソリューションですし、はい、まあ、他にもいろんな使い方とかいろんな、はい、作業現場っていうのが想定できるとは思いますが、はい、まあ、今値段がだいぶいい値段になってますから ね、お買い得時期だと思いますね、はい、あと大きいのが先ほど別のビデオで紹介してありますけれどもディスクキャッシュ、うん、この HD ネイティブってプロツールス HD のソフトウェアが付属するわけですよね、そうです、なのでディスクキャッシュはオンなんですよ、できます、そこも非常に大きいんですよね、大きいです、大きいです、はい、はい、実際プロツールスの単独のソフトウェアとコンプリートプロダクションツールキットを買うと二十数万円するわけですよね、そうですね、で、今 HD ネイティブと HD オムニのバトルセット40万切ってる、そうなんですよその価格差をここ考えると今相当いい時ではあります、はい、確かに IO ただなのかカードがただなのかみたいな、はい、考え方はもう皆さん次第ですね、はい、値段というところで、はい、やはりもちろんそのこの後に HDX にステップアップするためにも、うん、IO の買い替えも必要ない、はい、こういったメリットも出てくる、そうなんです、全ていろんなところやっぱクリアになってきてるっていう、はい、印象はすごくあるんじゃないかなと思ってますね、はいはい、ステップアップの1個目として非常に優れたソリューションだなというところを、うん、はい、やはり皆さんにも理解してもらえると嬉しいなというふうに思ってます、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、はい、三橋さんの方からもうちょっとなんかセールスコメントないですか、うん、特にはないですね、もう全部言っていただいたような感じですからね、もうあえてここで僕がこう持って重ねてみたいなことしなくても、もう本当に的確に今おっしゃっていただいたと思うんですね、まあ、あえてもう一回言いますけれども、はい、先ほどおっしゃってたように HDX の登場によってすごくネイティブの魅力というのがより分かりやすい形、最初はやっぱり皆さん登場当初はどうなのよみたいな、いろんな期待も込められていろんな憶測とかもあったと思うんですけれども、まあ、ここに来てすごくそこら辺がすごくクリアになった、で先ほどおっしゃってたように将来的なステップアップとか拡張性というところまで考えると、はい、非常にこう分かりやすいステップがきちんと段階で用意されてて、まあ、はい、プロの方、それこそトップトップのプロの方から、まあ、コンシューマーレベルのビギナーの方まで、まあ、全ての人に対して、はい、きちんとアビット製品で対応できるものが今きちんとありますという状態ももうちょっと大きな目で見ると生まれてたりするので、まあ、全体というふうに見ていただくとすごく今いい状態になっているかなと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、いろいろとプロツールス10の機能、あとはラインナップですね、紹介の方してきましたけれども、まだまだご不明の点あるかと思います、ご質問等ある場合はですね、私、ロックオンプロのプロダクトスペシャリスト陽介、もしくは営業担当岡田の方まで、どしどしとご連絡の方いただければと思います、一つ一つ丁寧に、皆様の疑問をお答えしていこうと思います、もちろんご購入の相談、お見積もり等のご相談もお待ちしておりますので、どしどしお問い合わせいただければと思います。あとホームページ、他のページにですね、先行予約等のキャンペーンの情報等も上げてあります。こちらの方もぜひぜひ、ご参考の上お問い合わせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。